皆さんこんにちは。続いてはバタフライバックジップタイプのモデルの紹介をしたいと思います。まずですね、定番のジップタイププラスバリアがついてるんでダブルネック構造になっております。なので水の侵入は全然問題なく切れちゃいます、ね、なのでまだロングボーダーの方とかあの昔からやってるベテランサーバーの方とかにオーダー件数が一番入ってまして、さらにソニックとファントムよりも一番安いんでリーズナブルなウェットを探してる方はぜひこちらをおすすめでございます。